由美に雄三のことを話さないのは、思い出して涙が止まらなくなるから。虎に翼。智子と由美の関係は近くてとても離れていて、由美が気を使っていることはわかる。こんなはずじゃなかったのに。だけど少しずつでも近づけたい、戻したい。そんな由美は緊張するとお腹を壊すことがわかった。亡き夫雄三との間に生まれた娘、今さらにとても愛おしく思う。第78話のお話は、智子は父親の話を聞きたいという由美に、亡き夫雄三の話をすることができない。しかし光一の言葉から、智子は雄三の死をまだ受け止めきれていないことに気づく。一方で人と関わりたい気持ちを捨てられない智子は、帰り道に出会った高瀬に声をかける。第78話はこのようなお話になるようです。由美は知りたいでしょうね。覚えていないお父さんのことを。智子は自分が思い出してしまうから、由美には話せないのでしょう。とても切なくなります。そして、忖度、賄賂、侵爵、収賄。そんな言葉が、新潟地下祭三条支部にははびこっているようです。公明正大という言葉。それを貫き通そうとすると、よそ者、穏便に、助け合い。これまでのやり方で済まそうとする。法律は二の次のようですね。だから、星光一は何も受け取らない。智子は親切心からのもてなしだと思い、気を使っている。だけど、裁判官として飲み込まれないようにやっていくのでしょう。第78話。物静かな高瀬が森口に怒ったのは、何か傷つくようなことを言われたからでしょう。深田は森口が何をしたのか、高瀬に聞こうとします。言いたくありません。頑なな態度で拒否した彼は、とても傷ついているようでした。智子は、無理に話さなくていい、と彼を気遣います。もういいですから。よそ者のくせに、こっち側のふりをしなくて。やはり高瀬は、彼女に関わってほしくなかった。智子の親切は、彼にとっては、ただのおせっかい。しかし、彼女が真摯に頑張っているのは、彼には分かっていました。波風を立てず、立つ鳥跡を濁さずでお願いしたい。深田は彼の無礼を智子に詫びますが、小野に本心を指摘されます。深田さんだって、高瀬くんと同じ気持ちじゃねえんですか？彼女が言ったことは図星のよう。三条支部の職員は、智子には真面目に職務に専念してほしくないようです。智子が初出勤した日は、皆気合を入れて歓迎ムードで盛り上げていただけかも。前任の支部長判事は大量の決裁を残し、支部を去っていました。それは皆が、よそから来た判事を、ないがしろにしていたからでしょうか。彼らが智子を信頼しないわけが、だんだん明らかになっていきそうです。喧嘩を止めようとして川に落ち、高瀬に親切にしたのに、逆に怒らせてしまう。
山林の境界線については、太郎から森口への配慮を要求される。智子にとっては災難続きでしたが、なんとか気丈に振る舞いました。高瀬さん、皆さん、ありがとう。皆が正直に言ってくれたことに対し、彼女は感謝を伝えます。高瀬のことも森口と話し合うと言い、部屋を出た彼女。一人になった彼女は、とてもうんざりした様子でした。次から次に突きつけられる課題に、智子は押しつぶされそうです。地方には地方のルールがあり、安易に立ち入れない事情もある。そこをどう解決していくのか、彼女はまだ戸惑っているのでしょう。都会育ちの智子にとって、新潟は未知の世界。慣れないことだらけで、少し疲れているようです。由美は家事を手伝ってくれるので、こんな時は助かるでしょう。魚屋と八百屋が家に料理を届けていましたが、智子は断っていました。智子は杉田弁護士兄弟が智子を取り入れようとしていることを、うすうす気がついてきたようです。太郎の言う助け合いの意味を知った以上、やはり受け取るわけにはいきません。助け合い、それは職務において優遇してもらうということ。気を抜かずに精進するようにと桂葉も言っていました。三条支部の職員との距離を感じ、落ち込む智子ですが、もちろん仕事には手を抜かない。由美もそんな強い母にはテストの悪い点を見せられなかったのでしょう。以前テストの点数を偽装したことがある彼女は、今も点数を書き直す練習をしていました。子供らしいといえばそうですが、親は正直に言ってほしいところ。由美のノートを見ていた智子は、テストの偽装に気づきます。由美は慌ててノートを隠そうとしたけれど、母に気づかれてしまったと悟る。智子は叱ることもなく、由美に謝りました。由美に嘘をつかせたお母さんが悪い。直明が智子にテストの偽装のことを話したことは、由美も知らなかったのでしょう。初めて母に真実を話した彼女は、少し言い訳をします。テストでは緊張してお腹が痛くなる、と由美は智子に言いました。お父さんもね、緊張するとすぐお腹が痛くなっちゃうの。母の口から父の話を聞くのは初めてで、由美は興味津々です。雄三が自分に似たところがあると知った彼女は、とても嬉しそうでした。他にはどんなダメなところがあったの？花江たちは雄三のいいところしか聞かせていなかったようです。今、雄三のことを一番よく知っているのは、智子しかいません。猪爪家の書生だった時は家族として、結婚後は夫として。いつも彼女に寄り添ってくれた雄三は、今はもういません。雄三との思い出は数えきれないくらいあるのに、智子は由美に話すことができません。ご飯の支度があるから、また今度にしましょう。由美は、はい、といい返事をしますが、もっと父のことを教えてほしかったようです。忙しい智子は、雄三のことを思い出す暇もなかったかもしれません。雄三を失った悲しみを封印し、
仕事に専念してきたのでしょう。花江が言っていた智子にしかできないこと、それは由美に父の話をしてあげることでした。しかし智子は雄三を思い出すと胸が詰まって言葉が出てきません。彼女は夜中、布団の中で由美に知られないよう泣いていましたね。そのためなのか、職場のいざこざのせいか、智子は仕事に行きたくなくなります。彼女は由美を学校に送り出すと、畳を転げ回っていましたね。笑いました。忘れ物を取りに戻ってきた由美に、暴れているところを見られ、気まずい雰囲気に。それでも由美は何事もなかったように、スンとしていましたね。いい子の仮面はなかなか手強いようです。それでも智子は出勤し、事務所に顔を出すと、高瀬は体調不良で休んでいました。そして、光一が支部に立ち寄りますが、智子の顔を見た彼は一言。昨夜、泣きましたか？智子は何も言えずに黙っていると、次郎がまた挨拶に訪れました。また裁判官を取り入れようとしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。